長岡市街が一望に見渡せる地上7階当選閣は天下の名湯、下界を見下ろし熱い湯に浸かる長岡の当選閣は本当にいい湯だよ。ニューポートビーチの香りを乗せたソフトトラディショナル、古町通り7番町アイビーズリーグ新潟店。お正月にボンカレーを食べるととっても幸せだね。ボンと正月が一緒に来てみたい。お寿司料理もいいけれど新年新鮮ボンカレーゴールド。チーズが溶けてるんですか？はい、トップの酵素がチーズのタンパク質を溶かしてるんですね。チーズが溶けるパワーだから食べこぼしもすっきりですね。酵素パワーのトップ。ライオンから。時計、時を伝えるだけなら彼の情熱と技はいらない。お求めは新潟松浜南時計宝飾店へ。かまぼこは傑作だ。メニューに乗せてひでアプリ、中華風にも炒めてござる。なかなか堀川のかまぼこ。お母さんの時代からサンポールは科学の力で汚れを落とします。黄ばみ汚れをすっきり落とすトイレの洗剤サンポール、科学だな。新製品ガラス&ホームならこんな汚れもさっと落とします。1本あればいろいろ使えて冬のお掃除にとても便利ね。ガラス&ホーム、ジョンソンクルーから。痔の痛み出血腫れかゆみに白い G4。 うまさ札幌にあり。コーンにアスパラ、北海道に、そして札幌一番。うまさ札幌にあり。札幌一番味噌ラーメン。お手頃価格のマミーポコがワイドなダブルテープで新しくなりました。サインはこのマーク。マミーポコ新型。ボーイクスネルルとお正月、お正月はタコ味。お正月に伏見のかまぼこ。おいしい。市民の皆さん、今回の降雪で除雪作業中の死亡事故が発生しています。除雪作業は事故のないようくれぐれも気をつけて行ってください。長岡市からのお願いです。越の誉れ村上屋旅館新潟木材工業の提供です。上中越地方を中心に降り続いている雪は明日後半まで続く見込みです。新潟地方気象台が今日夕方出した大雪情報によりますと、明日午前9時までに上中越の山沿いで100センチ、平野部でも80センチの降雪があるものと見ていますが、この雪も明日後半にはやや弱くなる見込みです。また長岡市では今日午後4時までに12月としては戦後第1位の積雪230センチを記録しました。ところでこの雪で上信越線の特急急行など108本が運休したほか、今日の夜行列車は全て運休となっています。一方新潟駅では正月をふるさとで過ごす帰省客の U ターンがピークとなりました。上越新幹線は温水スプリンクラーの威力による雪に対する強さを見せ、新潟駅では列車が到着するたびにお土産を抱えた帰省客がホームにどっと吐き出されていました。この帰省客で新幹線は朝日151号が乗降車率 250% だったのをはじめ、下りの乗降車率は 120% から 180% となりました。この U ターンラッシュは明日も続く見込みです。ところで新潟市の本町市場では近づく正月を前にしめ縄や松飾りなど正月用品の店が軒を並べ、買い求める市民でにぎわいました。新潟市の台所本町市場では正月用品のしめ縄やミニ門松、
鏡餅などのほか、切り花やおせち用の食料品を売る店が軒を連ね始め、正月用品を揃える市民でいつもより一層にぎわいを見せていました。こうした正月用品でもポピュラーなしめ縄は870円から4800円のものまで売られていましたが、870円の小さなもので去年より50円高と物価の上昇をここにも反映させていました。それでも市民は正月に欠かせない品物とあって次々に買い求め、市場には客を呼ぶ声が年の瀬の慌ただしさを一層かきたてていました。極めれば大辛口、気分も極上、越の誉れ大辛口。緑に染まる山並み、更地川のせせらぎ流れに岩名は戯れ、尾瀬や銀山湖は人の心を和ませる。越後大湯温泉村上屋旅館へどうぞ。迷わずパチンコグランドに似たグランド黒崎。新木の家具でおなじみの新潟木材工業、晴れの良き日のために伝統ある確かなご婚礼家具を。ただいま秋の新作結婚展開催中。ご婚礼家具は木材工業でお予約ください。酒穂がい、それは古人たちの酒をたたえる言葉。低温醸造、長期熟成、越の誉れ酒穂がい、現代の通にたたえてほしい。特選本醸造です。こちらがビートたけし先生です。そして前の方がたけしムーナーの皆さんで、今回もまたまたですねコント2月、そして漫才漫談とコミックバンドまでご披露なさるということでございます。最後までごゆっくりとお楽しみください。越の誉れ村上屋旅館新潟木材工業の提供でした。すいません、ドーナツいただけますか。近頃珍しい腰の低いお客様ですね。いいことあるぞ、ビッグドーナツ。もういくつ寝るとお正月、お正月はタコ、お正月に伏見のかまぼこ。最初のラーメン、日清のチキンラーメン。変わった変わった大きく変わった十日町パチンコ大学がでっかくオープン。パチンコファン全員集合。大きな夢をパチンコ大学でどうぞ。サントリーオールドホットジャズ、1月13日に大倉ホテル新潟で開催。高橋達也と東京ユニオン、タイム5、アンリスなどとジャズの夕べをお楽しみください。